雑貨はみんなを笑顔にする雑貨屋大阪ウィシーの森田でございます。今回はですね、雨の日に役に立つアイテムをね、ご紹介したいと思います。雨の日と言いますと、もう傘をね、よく使うと思われるんですけれども、で満員電車とかね、特に電車に乗るときにですね、もうね、濡れた傘をこう畳んでですね、でまあ持つわけですよ。やっぱりね、あの自分がこうね、手が濡れる、こう畳む時にね、手が濡れるじゃないですか。まあそういうのはもう嫌ですし、で濡れた傘をですね、まあ、特に満員電車の場合だとね、まあ隣の人とか向かいの人とかにね、まあこうぶつかったりするのもね、迷惑かけて嫌だなと思うわけじゃないですか。でそういったものをね、要はその、 傘のですね、傘についた雨のしずくをね、もう軽減、減らそうという、ね、そういったアイテムになります。それがですね、はい、こちらになります。さっと畳めて、シュッとね、収まる傘シュッというねアイテムなんですけれども、まあこちらのね、箱の中を開けてみますとですね、まあこのようなものが入っております。こういうね、はい、こういうものが入ってます。あとそうですね、あとね、こういうね、まあ説明書が入って、ね、おります。で、今日はですね、これをどのようにね、今日はというか、まあ今回ね、これをどのように使うかというのをね、今からね、ご紹介させていただきたいと思いますんで、ちょっとね、場所を若干移動させていただきます。はい、ではですね、やっていきたいと思います。はい、こちらね、ちょっと傘を濡らしてみました。こういう感じで、はい、結構しずくがついております。でまあ当然ですけれども、まあ普通にね、こうね巻いてこうね、止めるとですね、はい、こう止めるとね、こうやっぱりこう手がちょっと湿ったりするわけですよ、しずくでね。でもあんまもう極力手は濡らしたくないっていう場合結構あると思うんですね。でそういった場合に、先ほどね、ご紹介 しました、こちらとこちら、これを使ってですね、使うことでですね、もう手がほぼ濡れなくなって傘をね、畳むことができます。では早速ね、使い方なんですけど、これ、こういうふうなね、種も仕掛けもない、はい、こういう筒が一つとですね、こういうね、三角錐みたいなこういうものがあります。で、まず向きなんですが、こちらを下側にします。これ後でね、なぜ下側かっていう理由もね、後でわかると思います。まずこれを下側にします。でこのね、筒の中に傘をちょっとこう通します。はい、でその次にこちら、はい、こちらですね、こういう感じになってますけれども、はい、これをね、先端にグッと差し込みますね。で傘をね、畳んでいきます。ではいきます。こう軽くちょっとキュッと握って、こう傘をね、キュッキュッキュッと回しながら、こうこの黄色いのをね、ちょっと上にこう持っていきます。でここで、はい、これでね、完成です。まあこうすることでね、当然ここを握ってるわけですから、まあ手が濡れることもないです。でこの黒のキャップをつけることで、こうね、ギュッギュッギュッと畳んでいるときに、こう雨のしずくがここのね、筒の、これですね、黒いこの三角形の中に溜まっていきます。ということで、まあ特に電車とか乗ったらね、もう何もない状、まあこのような何もない状態でしたら、もうボッとボトなるじゃないですか、もう電車の床とかね。でそういったものをこのキャップをすることで、防ぐことができますというね、すごいね、結構便利な優れものになっております。では次にですね、これのね、
先ほど言いました、これをこういうね向きにしてくださいよって言いましたけど、その理由をね、次はですねご紹介していきたいと思います。はい、ちょっとねこういうふうにリュックをね、背負ってみました。まあリュック使われてる方非常に多いかと思います。で、雨の日にね荷物が多い時ってあるじゃないですか。で傘を持ってるとどうしてもね、こう傘を持ってる手の方が塞がってしまいますよね。でも荷物が多いからもっとたくさん持ちたいということでこういうふうにね持ったりする場合ありますけれどもね、このままだとちょっとねもう傘が邪魔でちょっとね不便ですよね。でそういったことを解消するためにですね、こうねまあリュックでもいいですし、まあ別にトートバッグでもいいんですけど、まあこういうところにね、まあリュックの場合こういうところにこれを通してですね、でこのゴムあるじゃないですか、これねこのゴムをね、ここへこういう感じで引っ掛けます。はい、これでですね、リュックに傘が固定されてですね、なおかつ両手がもう自由になるんで、もう荷物が持ちたい放題になります。はい、これねこういう風な使い方ができます。傘シューっていうね こちら傘シュー、そういう使い方ができますんで、本当にね雨の日はね、便利かと思います。はい、今回はですね雨の日にとっても便利なアイテム、傘シューをご紹介させていただきました。で、より詳しいねこの商品の説明はですね、マークワケさんっていうサイトがあるんですけれども、まあ一番最初にね、そちらで、まあ、この商品紹介されていまして、で今現在ですね、まあ、当店およびまあいろんなね雑貨店とか、まあいろんなお店さんでね、販売されております。で、まあ、説明概要欄の方にですね、傘シューのですねマークワケさんの、サイトのですねリンク貼っておきますんで、もしご興味あればね、そちらの方もご覧になっていただければ、今回ご説明させていただいた内容以上にねより詳しいこともねおっしゃられていますんで、ご覧になられてはいかがかなと思います。はい、今回はね、以上となります。最後までねいつもご覧いただき本当にありがとうございます。